吹き上がる地獄谷の火山ガス地獄谷は、富山県中新川郡立山町の室堂平にある火山地形帯、標高2300メートルに位置する、室堂平トレッキングの観光ポイントの一つともなっている。立山火山の最後の活動によって、くりが池などと共に形成された。以前は、噴気帯近くに温泉宿があったが、火山性ガスの危険のために閉鎖され、 現在は地獄谷から流出したよう、周囲の三栗が池温泉や雷鳥温泉、雷鳥沢温泉へ送って使用している。地獄谷の宿泊施設群。左から雷鳥層、雷鳥、沢ヒュッテロッジ、立山連峰。雷鳥層の向こうの草木が生えていない場所が、地獄谷当地には、観光客向け商店などは、室堂駅以外に一切なく、いわゆる、 温泉街は存在しない。現在は地獄谷の源泉を引頭した4軒の温泉宿が室堂周辺に点在している。室堂駅から近い順にすべての宿が旅館の要素と山小屋の要素を兼ね備えているが、室堂駅から遠くなるほど山小屋の要素の方が強くなる。個室だけでなく合部屋も存在するが、純粋な山小屋とは異なり、ベッドの定員以上の宿泊はできないので、 シーズン中は予約が必須となる。個室にもテレビの設置はされていない。どの宿も日帰り入力を受け付けている。地獄谷に温泉が湧き出していることは古くから知られていたものの、日本を代表する山岳信仰である縦山信仰の中では現実の地獄として恐れられていたため、長らく温泉が利用されることはなかった。源泉付近に八大地獄と名付けられている場所があり、 立山信仰の中では、悪事を働いた人はそのうちのどこかに落ちると言われていた。1947年に至って、ようやく科学的な温泉分析が行われ、入浴に適した温泉であると実証された。この年に、初めて温泉付き山小屋、ふさじが、源泉地帯の真ん中に建てられた。1954年に立山ケーブルカーが改良し、 1> 翌1 9 5五年には、立山高原バスが、美女平らから九宝まで、ついで、三田ヶ原まで開通すると、立山は、山岳振興だけでなく、スポーツとしての登山者やハイキング客、冬は、山岳スキー客が訪れるようになった。三田ヶ原から室堂までの四輪駆動車用の道も、整備され、比較的物資輸送が容易になったジープ道沿道には、多くの山小屋が作られるようになり、 地獄谷の源泉地帯にも1955年に小山荘と付近の雷鳥沢のほとりに雷鳥荘が設置された。1956年には源泉地帯に金沢大学の夏山診療所が設置された。1957年には雷鳥荘近くの高台にロッジ、立山連峰が三栗が地藩に三栗が池温泉が設置され、 それぞれ温泉水あるいは温泉で温めた水が送られるようになった。三田ヶ原までだったバス路線は、ジープ道を拡張する形で1963年に天狗平まで、1964年には室堂まで延伸した。1968年に大長僧が流れ被害を受け、尾根の上に移転した。1971年には、立山黒部アルペンルートも開通し、 交通の便が改善されるたびに訪問する登山者や観光客が増えていった。その後、源泉地帯は火山性ガスの危険があることもあり、ふさじ層は1975年に、ロッジ、立山連峰の隣接地に移転し、ニューふさじと改名、その後経営者の変更により現在の来町沢ヒュッテとなった。また、小山荘は廃業し、診療所は来町沢屋江城と、 博士沢の2カ所に移転しており、厳選地帯の建築物はすべて撤去され、浴槽跡が残るのみである。2001年頃には、地獄谷一帯は遊歩道が整備され、一般観光客も立ち入ることができたが、地獄谷の厳選地帯は残雪により濃いガス溜まりができうるため、火山性ガスによるガス中毒の危険を避けるために、例年6月までは全面通行禁止となっていた。 それ以降の期間も夜間の通行は禁止されていた。2011年から噴気活動の拡大活発化により、2016年現在に至るまで数年の通行禁止が続いている。室堂駅から来鳥沢温泉に向かうには、本来は源泉地帯経由が一番近いものの、遠回りとなる両線上の来鳥層経由の道を通る必要がある。 このルートにも風向きを示す吹き流しが数箇所に設置され、噴気地帯の風下になった場合の注意喚起を行っている。地獄谷の源泉地帯に山小屋や診療所の建物があった当時に現地に設置されていた地図付き案内板が現在でも山麓の足倉寺にある富山県立山博物館に保管されており、常設展示はされていないが、企画展などの際に見学できる。 縦山から望む室堂と地獄谷温泉周辺左中央に室堂駅中央付近にみくりが池、その右上の地獄谷温泉室堂駅からの道は石畳の遊歩道しかなく、特にみくりが池温泉から先は道幅も狭くアップダウンも強くなる。一部の宿では悪天候時や霧による視界不良時に室堂駅までスタッフが迎えに来てくれることもあるが、 自動車の送迎などは一切できない。5月頃も積雪が多く残り、営業期間終了の11月下旬には、例年スノーシューなどの冬山装備がないと訪問が困難となる。ありがとうございます。